どうも、かずさくです。トモです。かずさくです。けんごろです。イエーイ。さあ、これ小部屋なんですけどもね、はい、ちょっとだいぶ酔っ払っておりましてですね、あのもうメイン見ていただいた方はね、もう分かってると思うんですけども、うん、土橋くんが、はい、チームカツから卒業ということで、はい、ありがとうございます。おめでとう。まだ見てない方はぜひ見てから見ていただきたいんですけども、最後うちの開作ファミリーがね来てくれて、はい、あれだったんですけど、当時ごめんね、ちょっとどうしても、来れなかったりしたんですけども、ちょっと改めてね、小部屋でもちょっとまあやっぱりメインはメインでちょっとカチッてなったりしたから、はい、ちょっと小部屋では緩くいろんな話ちょっとしていきたいななんて思いますんで、そしてメインではちょっと常中野くんだったりとか、うん、あと木島くんもあの出れなかったんで、うん、小部屋では後ほどちょっとメンバー入れ替えながらとか緩くやっていきたいなと思いますんで、ね、はい、後ろで木島くんも泣いてたからね、ほんと、ね、あ泣いちゃうよな、やっぱりな。そうですね、やっぱり寂しいのでクソじゃんもう。まあ米は米で乾杯しましょうよ。はい、はい、はい、飲んじゃった。よろしくお願いします。どうなのね、今視聴者さん的に何が気になってんのかな。あ、うん、なんだろう、マジでどうしていくの、土橋くんみたいな感じになってるのかな。確かに、はい、でもチラッと言ったけど、正直何も決まってないっちゃ決まってないもんね。そうですね、はい、うんうんうん、どうしていくのマジで。そうですね、まあこの解釈やる前に、うん、まあ、いろいろお世話になった制作会社だったりとか、うん、テレビ局のプロデューサーさんだったりとか、うんうんうん、まあ、そこの仲間とかもいるので、まあそういう人たちもう一回ちょっと声をかけさせていただいて、うん、なんか一緒にできることありませんかという形で、ね、もう本当に地道に営業というかかけていくっていう感じで、はい、でもそれが土橋くんの中で、まあ、実はこれはちょっと軽くはもう裏で話してたんですよ、うん、だけどそれが土橋くんも楽しかったですね。な、そうですね、はい、ちょっとワクワクじゃないけど、はい、不安もあるけどもちょっと挑戦してる感じというか、うん、あ、そう、それはありますね、はい、それはあるってことやな、うん、ちょっとこの小部屋ではマジでいろいろ、まあ、メインはメインであれはあれでよかったと思うんだけど、うん、腹割って話す回でもいいんちゃうかなとか、うんうん、はい、俺は思っておりますけど、はい、どうな、その俺マジでメインでこれ言ったと思うんやけど、俺ちょっと申し訳なかったなって気持ちも実はあって、はい、この3年半で気づけなかったっていうところがあったりしたんやけど、はいはい、他の人には話したりしたの、その実は俺やりたいことがあんだよねとかさ。そう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 、いや誰にも話してなかったと思います。誰にも話してないの、はい、誰にも、はい、ようやってたよね、そう考えたら。そう、いやでもそうですね、うん、要は結構ね、メインでは安崎が一番最初に気づいたとかね、うんうん、っていう話しましたけども、うん、もう後半結構しんどそうやったやん、正直。ああ、そうですね、うん、結構皆さんにも、僕はそんなに表情とか出てないかなと思ったんですけど、意外とも本当皆さん結構気づかれていて、うん、気づく気づく、はい、だって目に見えるミスも増えてたから、あ、うん、っていうのもね、うん、あったからね、はい、うん、だちょっとふわふわっとした気持ちで、そういう、そうですね、そういうミスがいっぱい出ちゃったかなとは思いますね。なるほど、ね、はい、気持ちがちょっと、うん、グラグラっとしてたかもしれないですね。気持ち的にな、やっぱテレビが好きやねんな。テレビ、そうですね、ずっと言ってたもんな、はい、そこは高須さんに憧れてる高須さんみたいになりたいと言ってたもんね、うん、そうですね、やっぱ高校の時に初めて放送作家という仕事を知ったのが高須さん、それこそ放送室っていうラジオを聞いた時にそういうお仕事があるんだっていうので知ったので、うんうん、はい、まあでも本当にポジティブに行きたいよね、うん、はい、ほんまに成功してほしいし、あ、俺それで言うたらこれメインでもうちょっと大事なこと言うの忘れてたな。あ、なんですか。いや、土橋くんにさ、うん、なんか仕事が行ってほしいやん。確かに、はい、だから、概要欄に土橋くんのさ、うん、メールアドレスとか載せてさ。あ、それはすごい、ありがとうございます。うん、うわ、でも俺もう泣いてもうてさ、もうトンボがさ俺トンボでマジでスイッチ入ってもうてごめんなさい。でも安武もグッてきたと思うねんけど、うん、うまいこと舵取ってくれてやってくれたけどさ、俺も崩壊してもうてさ俺本来メインで言いたかったことを言わせたもんねマジで。だからメインの方の概要欄にはちゃんと文字で書くよ。いや、ありがとうございます。土橋くんに仕事をみたいな感じで、メールアドレス、はい、メールアドレスでいい、メールアドレス、そうですね、ツイッターの、あ、そうですね、はい、ピン
卒業おめでとう。おめでとう。だ小部屋にも概要欄載せておきますんで、ありがとうございます。載せておきます。なんでなんか土橋くんと一緒に仕事したいとか、うん、あのお願いしたいとかあったらぜひ連絡の方をしてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。票にもなれるんでね。はい、そうです。すぐに票に捨ててないんで、あの票は。うん、いや、やりたかった仕事なんそれ。もちろんです。もう票のさ、その仕事の依頼来たらどうする。もうよろお願いします。もう喜んでる。それはやるんだ。どこがテレビの仕事やのそれ。やっぱエンターテイメントですから。ああ、そうなの、はい、大きく。それで言うと、ガチャザクチャンネルもエンターテイメントだろ。そう、とにかくね、はい、彼はもういろいろたくさんチーム内でも話したんですけど、分かったことはとにかく不器用、うん、もう本当に不器用さんで、うん、そうですね、めちゃくちゃいいやつなんですよ、土橋って、うん、で、わかんない、ひょっとしたらメインのコメント欄であるかもしれない、なんでやめんだよみたいなのもね、 あるかもしれないけども、でも本当にいいやつなんですよ。でもいいやつすぎるがゆえに、なんだろうな、一人で抱え込んでしまうというか、うん、ね、カジサクチャンネルもずっとね、いい感じでこう右肩上がりじゃないけどさ、うん、言ってるからさ、うん、余計ドアショーの中でもおそらく話しづらかっただろうしっていうところは俺はあると思うねんな。うん、どうなん、でも自分の中でもう新しい道へ行くって思った最大のあれは何なの、その辺も気になってんじゃない、うんうん、そうですね、最大の行く、でも、そうですね、まあ、解釈チャンネルをやりながら、そのやっぱ他のそういう、まあ、コラボだったりとか、まあ、いろんな芸人さんが通常来てくださったりとか、そういうなんかそういういろんな刺激みたいな、多分解釈チャンネル外からもいっぱい受けたことで、うん、なんかちょっとそういう他の世界というか、そういうテレビ活躍している人たちと、お仕事してテレビで僕もやっていきたいみたいなことが多分どんどん積み重なっていったんじゃないかなっていうふうには思いますね。確かにね、はい、まあでも、まあ、今日これは小部屋だし本当に腹割ってさ、うん、俺は話したかったりするんだけども、なかなか土橋くんの中でも本当にカジキって自分の中でカジキってやってるっていう感じがもうどん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 薄れてきちゃった感じはあったかもしれないね。あ、そうですね、そう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 、やっぱりなんか俺は極力この3年半でさ、いろいろもうがむしゃらに走ってきたけども、おのおのにチームスタッフみんなに居場所っていうものを作りたくてやってきたんやけども、はい、そういうのも若干重荷になってたかもしれないね、どうしくんの場合な、うん、そうですね、うんうん、確かに、もしかしたら自分の中でその得意じゃないことを結構はいやりますって言っちゃう癖が、そうなんですよ。そうそうそう、そういう意味では俺が本当に気づけなかったところなのかもしれないねんな、はい、そうですね、そこでこれ苦手ですって言えれば多分良かったんでしょうけど、うん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 、そうですね、そういうのもありましたね、正直。編集とかもそうやもんね、ある意味ね。編集もそうですね、うん、俺は何やったら土橋くんって編集得意と思ってたから、うん、最初ね、でずっと小部屋を任しててやってたけども、うん、途中で衝撃的な事実発覚して、うん、僕編集嫌いなんですって言われて、うん、とかね、あったもんね。そうありましたね。そう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 、もあったりしたから、うん、でもなんか難しいのが、演者としてやるのも嫌いじゃなかったりするやん。あ、そこが本当に楽しく、はい、出させていただけるときは楽しくやらせていただくのは全部、それはそうですね、嫌だなと思ったことは一回もないです。なあ、なんか、はい、おもろいしな、野橋君のな。まだ泣かない。じゃ泣かないですよ。泣かない、泣かない。じゃ泣かないよ。泣かない、泣かない。いろいろやっぱね、思い出すじゃないですか。何が？それは、なんか。まあね、いろんなことしてきたな、土橋君と。やってきたよ、いろいろと、マジで。この3年半っちゅうのはなかなかやからね。やっぱ、濃いですよ。
濃すぎたよ。濃いかったから、だってチャンネル始まった時なんてさ、土橋くんと俺の距離ってすごくてさ、田中でトンボが帰り道によく2人で一緒に喋ってたんでしょ。そうですよ、やっぱトンボさんこれどうなるんですかってなあ。そうですね、最初は不安しかなかったですね。正直、まあ、梶原さんともお仕事したこと一回もなかったので、関係性も全くない状態で、しかも俺こんないしな。そうそうそう、うん、よう言ってたもんな、はい、トンボさんこれいつまで続くんですかって。で、土橋くんなんつって、今は頑張ろうっつって。うん、俺いない頃ですか、まだ。そうよ、そうですね、そうか、はい、そう考えるとやっぱ安武とか、まあ、常とかって変態よ。最初からその温度で入れてるから。あ、土橋くんとか中野くんとかって、もうびっくりしたと思うんだよね。まあ、後で中野くん来てもらうけど、はい、何これから始まってるから。あ、特にそのやっぱり YouTuber として振り切るみたいな前例もなかったから、その芸人さんが、だから多分思ってた YouTube の仕事とは絶対違ったはずなんですよ。ああ、そうですね、そうやね、うん、えっていうことがね多分多かったと思うんで。そうね、だ常はまあでもあれか、変態というか常の場合はもう結構出来上がった状態やったから。そうですね、はい、あれだもんね、はい、安谷が変態だよね。俺はもう入ってきた時点でも勝ったと思いましたからねって言うやん。はい、俺はもうずっともうだってあの時だってまだ安谷9月10月で入ってきたの。はい、2018年動画出てないですよ、まだギリギリ。そうやな、ね、あ、だから9月だ、だ、はい、9月だから、はい、まだ本当にどうなってるかわからない。炎上する前やん。そうですね、全然。そうですよ、前夜ですよ、前夜、はい、前夜やのに、もう、はい、右肩ぐるんぐるん回してたから、はい、そういう意味でやっぱお前変態だよ。いや、まあでもやっぱ好きだったんで、カイさんのことが。うん、だからじゃあ、ね、やめてんの。もう俺泣きたくないんだよ。泣きたくないよ。うん、そう、で、トンボさんも一緒にいたし、あ、そうだね、トンボさんとカジさんと俺、仕事できんだっていう、うん、その前に俺は今の土橋くんじゃないですけど、うん、大転機を迎えてるんですよ。そうだね、芸人を辞めなくてはいけないっていう、うんうん、で、もう、なんかもう全部終わったなって感じだったんですよ、俺の中で、うん、それが、あ、またそういうなんか好きな人たちと楽しそうなことができるが、もうそれだけでいいじゃんって。お金も後でいいし、そんな収入がどうと考えたことないし、うん、それだけで幸せなってのがあったんで、うん、だから逆に言うと、その今土橋くんはお前いらないからって言われて次に行くわけじゃないじゃないですか、うんうん、そうだね、そう、なんだったら行ってほしいし、うん、で僕の場合は前のとこでいらないよってなったんですよ、うん、からそんな中で次のステップに挑戦できるっていうのはちょっと羨ましかったりもするんですよ。なるほどね、はい、確かにな。だから僕そのメインでちょっと泣いてなかったじゃないですか、うん、でもスーパードライも飲んでたし、あ、こいつやっぱスーパードライだなって思われたかもしんないですけど。あれ助かってるんだよ。いや、安武ほんと助かった。いや、でもほんとになんかね、羨ましいもあるし、どっかで俺はみんな家族みたいなとこあるんですよ。いや、家族ですよ、はい、うんうん、で、だから行ってこいよっていう、うん、でも男だし、36、はい、だし、ここはもうさ自分でちょっと恵まれた状況で行ってっから、それはもう気合入れて行ってこいよって、はい、結果出して、うん、お前らより売れてんぞぐらいで帰ってこいよっていう気持ちがあったのがあるんで、うん、ちょっと泣くというよりかは行けよっていう気持ちがちょっとやっぱあったのかなっていう。だから俺はほんまに、はい、もうこれ小部屋やから話すけど、うん、不安なのよ、うん、お前大丈夫かっていう土橋がね。でも3年半飲みてたやん、うん、相当だから土橋のことも大体分かってるつもりではいるんだけども、うん、お前大丈夫かっていう不安はね俺あんだよね、本当に。そうですね、だからいろいろ話してる時に、まあ俺はね個人的に土橋がやりたいことを、うん、メインでも話したと思うけど、やっぱり自分と重ねてさ、向いてないことをやらない方がいいっていうところでいくと、土橋の意見を本当に尊重したかったから、どうする、本当にどうするかって話した時に、僕は新しい道に進みたいと思ってますって言われたからさ、うん、もうそれはもう応援するしかないと思ってたけど、うん、その後にトンボがさ、ちょっと待ってくださいっつって、土橋と二人で話したいですとかってさ、うん、そのやっぱり
トンボの方が俺よりも土橋君のことを知ってたりするから、うんうんうん、あのそこでお前本当かってちゃんと確認もね、はい、そうですね、してたんやけどね、はい、うん、やっぱりそのチームを抜けるという選択が、うん、お前ええって、お前勘弁してもごめんなさい、ごめんなさい、お前もトンボさんで、これメインでも言うたけど、やっぱトンボってやっぱ特別なんよ、ドバシに対しては、うん、やっぱ連れてきたっていう、そう、僕が誘ったんで、うん、やっぱり関係性あるないって全然違うじゃないですか。だからドバシは俺のこと知らんかったし、知らんかったというか、うん、会ったこともなかった、うんことやから、トンボの中でやっぱりどうしても俺のせいだとかちょっと思っちゃうかもしれない。そうですね、その、うん、良かれと思ってやってたことが土橋にとっての負担にもなってたのかなとか、まあいい、まあなあ、そこはちょっと友の中でも悲しいところはあるもんし、あるしな、うん、良かれと思ってって怖い言葉やで、ほんまにね、俺もやったから実際、うん、なんかドアシが楽しくやってくれてるやろうなとか勝手に思ってたりとかさしてたけども、でも見えないところでどこかドアシの中でしっくりきてない部分があってとか、はい、まあメインでも言ってたけど1年ぐらい前、どうなん、どれぐらいの時からあれ、しっくりきてねえなって思ったの？1年ぐらい前ですかね、うん、そうですね、うん、ぐらいからちょっと自分のやりたいこととはちょっと違うかもって、うん、そうですね、うん、このままやっていけるんだろうかっていう不安の方が大きかったかもしれないです。みんなと同じ方向を向いて、うん、やれるのかなっていう不安が大きかったですね。っていうことやな、はい。どうなん、土橋君ってさ、ちっちゃい時から見てて、はい、自分を見てて、チームプレーって向いてた、向いてなかった、もともと。いや、向いてなかっただと思いますね。ってことやろな、はい、団体競技とかもやってこなかったですし、うん、まあ、陸上部もあったんで、それも一人のうん、うん、自分とのあれではあったりとかして、うん、そうですね、ちょっとあるかもしれないです、チームプレーっていうのが。ちょっとあるっていうの、あの苦手だったんじゃないかなというのはあると思いますね。うんうん、ね、もうチーム開作なんてもろチームで動いてるものだったりするからね、うん、どっかで背伸びしてたかもしれないな。そうですね、うん、絶対売れてほしいわ。いやー、うん、頑張ります、はい、マジで、うん、それはどうすんの。いやー、どう、そうですね、でもでも本当今は本当また初心に戻って、うん、もうがむしゃらに頑張るしかないっていうふうに思っているので、うん、全然後ろ向きな気持ちではなくて、うん、本当にもう、そうだね、はい、新しいお仕事だったりそういうのをどん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 やっていけたらなというふうに思っているので、ね、はい、あとちなみにもうメインでも軽く言いましたけど、もうここ引っ越すんですけど、うんうん、あ、はい、もう家決まってんだよね、うん、そうです。なんで言ったんですか。また別にいいですけど。いいと。おおおおじゃない。言っちゃダメだよ。ちゃんと突っ込んでほしいんだよ。あ、ごめんなさい。今のもピーになってるよ。おほほほほ。びっくりしたわ。住所さらしたらおほほほ。実は家決まってて、はい、そこもいろんな話をしてたんですよ。なんかできるだけこう土橋のやりたいようにやったらええでみたいな話もねしてたりしたんですけども、はい、でもやっぱり土橋の中でもリセットっていう意味でね、はい、一人暮らしを選択したっていうところで、はい、家はね、そうですね、無事に決まって、本当に常さん、安木さんにもう紹介していただいて、うん、本当に迅速にそこができたので、うん、本当に感謝してます ね、 ね、はい、でまあこれもメインで言いそびれてんけど、はい、僕の中でチームでみんなの話し合ったんですけどね、うん、仲間だから言っても、
別にここで縁切るとか、うん、そういうことじゃないんだよ、うん、でもやっぱり土橋には頑張ってほしいし、テレビの仕事掴んでほしいし、でもやっぱりこれはね、ちょっともう俺の、うん、親心って言わしてじゃ、うんうん、親心じゃないけど、本当どうなるか分かんない状態なんじゃないですか、今後土橋がってなった時に、なんか戻ってくる来ないじゃなくて、カジサクチャンネルのなんかね、できる仕事っていうのをもうチームではなくなるわけやから、でも外注っていうのかな、そのお仕事をなんかちょっと渡せたらいいなとかは考えてます。あ、正直、うん、生活があるから、うん、とはいえ、はい、っていう部分ではちょっと考えてたりするんで、まあこれを見てる視聴者のだったらチームにいたらいいじゃんっていう方もいらっしゃるとは思いますけども、でも彼の性格的にちょっとそれは厳しいということなのでね、はい、なんかちょこちょこはちょっとお願いするかもしれない。 ありがとうございます。ぜひ、はい、たまにゲームチャンネルのゲストとかも面白いんじゃん。ああ、いいですね。確かに、はい、全然風貌変わってても面白い。めちゃくちゃ痩せてたよ。めっちゃ痩せてるかもしれない。イケメンみたいな、ね、痩せてたもんね、ドバシ君。そうですね、サッカー始めた頃は開作チャンネル全然やる前ね。そうです、そうです、はい、トモさんと会った時はまだ痩せてた、痩せてた、まだそんなには、はい、痩せてた、痩せてた、ね、だから本当に何度も言うけど縁が切れるわけじゃないですか。そうですね、それで言うとそれこそ企画書とか、うん、局に一緒に出したりとか、僕まだ一緒にやってたりもするし、うん、はい、今、はい、はい、ちょうど、まあ、これはだからその、まあ、タイミング的に被っちゃったんであれですけど、土橋、うん、君とはそうやって企画会議とかやってたりしてたんで、もともとってことは、はい、うんうんうん、お友さんがつないでくださったディレクターさんとかと紹介してくださって、だからそこでテレビで、ね、企画が通ったら土橋君のやりたいテレビができると思うんで、はいはいはい、うん、頑張ってよ、まだね、はい、うん、まあ、本当にでも土橋君が思ってる以上に、うん、あと視聴者さんが多分思ってる以上にこの2人は本当に優しいから、はい、本当だからこの2人を安心させてあげて、わかりました、俺はそれが全てだから、うん、そのメインで泣かなかったのもその気持ちが本当に強いから、もちろん土橋君に頑張れっていう気持ちもあるしあるけど、本当に優しいから、この人皆さんが思ってる以上に優しいんで。そんなことないよ。これはまあおちゃらけて照れ隠ししてるんですけども、本当です ね、まあ、この二人を本当に、はい、よかった。お前そう、俺の大好きな一番大事な二人を二度とまあまあその悲しい涙ではないけどね、その心配してくれてるから、はい、本当によかったやん、むしろクソって思えるぐらいのさ活躍しようよ。はい、本当に心配なんだよ、ね、そうなの、2人は本当に、もうある意味大事な3年半っていう時間を、うん、ね、捧げてくれていたから、うん、余計ね、めちゃくちゃ大事やん、36で、32ぐらいからか、うん、チーム入ってくれてて、そのすげえ大事な3年半があったからさ、それをちょっと奪ってしまったんじゃないかなと思う。そういう感じでは僕の中で本当なくて、本当にいい経験をさせてもらったっていう、濃すぎる経験をさせてもらったっていう、なんとかプラスに持ってってそれは、結果出したよ、結果出した上で、はい、あの時あったからですよって言って、うん、もう一回泣かせる方がいいから、はい、もう本当に仕事いっぱい取ってきて、そうそう、その都度に、うん、皆さんに逐次報告できて、本当に安心させるように、うん、頑張りたいと思います。 はい、いつかね、なんかメインとか、まあ、小部屋でも分かんないけど、うん、さあ今日なんですけども、なんと土橋くんから仕事をいただきました、みたいな。いい、めちゃくちゃいいじゃん、ね、いやもうそれできたらもう最高ですね、僕でもなんかね、はい、そういうのもあってもいいだろうし、ひょっとしたらすごいビッグネーム、すごいビッグな番組のレギュラー作家になるかもしれない、うんうんうん、その時に開作ゲストに呼んでくれるとかさ、うん、いいじゃん、そういうのあったら、はい、嬉しいよね。いやー、いいっすね。それで言うと、だからあれだからな、負けないからな。そうですね、もうチームカジサックは土橋くんがいた時よりももっともっと大きいチャンネルになるように、はい、もうもっとチーム一丸となって、確かにね、やるように絶対頑張るから。そうそうそう、ほんとそうよ。そうだよ、
そう、もう、ああ、やめなきゃよかったなって思えるぐらいうちら頑張るから頑張る、そうだよ、うん、それでもお互い切磋琢磨する、そうだよ、絶対そう、はい、そうだよ、そうだよ、まあでもあと、僕も一個だけ言いたいことがあるんですよ、はい、いやいや、マハラワって話すということで、メインでね、やっぱトンボさんにね、連れてきてもらってとか、はい、いろんな思い出もあって、開催服にもちろんっていう話があったじゃん、はい、なかったけどね安武さんとの思い出があれなかったけどねこれはもうめちゃくちゃいいよ、もう腹割り、本当に腹割り部屋だから今俺がずっといろんな遠出とかいろいろやって車に乗ってる時にそもそも土橋くんのおいそもそも土橋くんのね、はい、僕の中ではですよ、はい、中野くんしかり土橋くんしかりのねキャラクターに、はい、その皆さんはきっかけあったと思いますけど結構そこを爆発させたのは僕だっていう自負はちょっとあったりするんですよ、うん、はいはいはい、それは中だな、はいはいね、移動の車の中、はい、俺が迎えに行って乗せて、確かに確かに当時ね、そうそこでできたね、そうそうそう、そのやり取りミニコントだったりもあるしねで楽屋会員限定生配信とかでも二人きりでやって、はい、普段の撮影動画じゃ見れないキャラクターを引き出してたんじゃないかと思ったけども、はい、一切なく、あれ、はい、はい、一旦コマーシャル卒業おめでとう、おめでとう、おめでとう、一旦来ないだろう、もう卒業おめでとう、いやでも本当に安井さんは僕を本当にいい意味であのモンスターにしてくれたという声が悪いわ本当にそれはあります、モンスターモンスターに聞こえたの違う違う、でも本当にこれがね、わかんないですあの嘘かもしれないですけど、気使ってくれたかもしれないですけど、安武さんと生配信してるときはすげえ僕は素で生き生き楽しくできてますって言ってくれてたんですよ、ね、あでも出てたよそれは、うんはい、本当にそれが俺を言ってくんないから、うん、すいません悲しかったですね、俺は確かに、ね、なんでそれメインで言ってやれへんかったの、いやーそうですね、うん、もうなんで言わなかったんだろうそれは絶対言いなかったです今思ったら、そうそうそう、だから実はね、トンボもすっげえ忙しくてさ、うん、やっぱりテレビの仕事をやりながら開作チャンネルにも全力でやってくれてるから実は余裕なかったりするんですよね、うん、トンボってだから、まあ、メインでもさっきも泣いちゃってたけど、うん、トンボの中でやっぱり申し訳ないって気持ちがすげえあると思うんだよ、うん、そういう時間を作れなかったんですね、うん、そういう意味では安武には多分一番話しやすかったはずなんだよね、うん、安武さんは本当にいろんな話を、聞いてくださいましたし、うん、安武さんの方からもめちゃめちゃ土橋くんどうっていう声はめっちゃかけてくれました、そうそうそう、うん、だから土橋くんは次のステップに行くわけでしょ、新しいチャレンジするわけでしょ、はい、その時に今までこの3年半無駄にせんって考えた時にさ、そこも成長しようよ、弱音なんて吐いていいんだし、全然吐いていい人に吐いていいっていうかさ、だからそこはちゃんとした方がいいよ絶対、自分の首を絞めるだけだから、あ、はい、俺も同じ悩みやったから、誰にも相談できずに自分で抱えて抱えてバーンみたいなのあったから、うん、俺はちゃんと言えるようになった方がいいと思うよね、はい、新しい世界に行っても、うんうん、はい、大丈夫ですか、大丈夫ですまたプライベートでも行こうよ、そうですね、プライベートでまたリオちゃんも、うん、そうだね、土橋くんとちゃんと喋りたいってね、ぜひぜひよろしくお願いします、言ってるし、はい、またカメラ回ってないところでさ、リオちゃんもそうだし、うん、常嫁もそうだしさ、はい、常嫁さんも話聞きましょう、はい、ね、ありがとうございます、というわけで、はい、ここからは、はい、ちょっと常と、はい、そうですね、中野くんと木島君に、あ、木島君、俺なしでいこうか、一回そうしてみます、どういうことですか、土橋、中野、常、木島ですか、そう、誰が喋るんですかこれが楽しみや、だからここ言うて、はい、常にしようか、確かにね、はい、あ、確かに確かに、常、ね、中野、土橋、木島、いいかも、これでいこうよ、うん、ね、はい
はい。つねです。中野です。吉本興業開拓のマジです。木島と申します。いやー、ありがとうございます。ここからはちょっともう、はい、俺がいるとね、確かに。確かに。なんかちょっと気張っちゃうかもしれないから、はい、もう常回しで僕がですか、もう言いたいこと言って、だってこれ最後だよ、飛ばして。そうですね、うん、たくさん喋りたいですね。ありがとうございます、はい、じゃあまずはですね、一番聞きたかったことですね、まあ、土橋くんこれからまあ開拓チーム抜けて、はい、これからまあ作家として頑張っていくということで、はい、そんな早口やったの別に俺のテンポで話さんで明らかに違和感あったのに今ね、カジサクインスパイアがなんかそんな早口じゃないですよね。そうですね、落ち着いていいから。なんかね、ごめんなさい、一回ちょっと失礼します。あ、乾杯しないじゃないですか。乾杯、ちょっとゆっくりと忘れてましたね。乾杯乾杯。土橋くん、お疲れ様、卒業おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯忘れてましたね。はい、いや、土橋くん聞きたかったのが、はい、マジで、はい、髪型どうすんの？あ、いや、これから最初それそこ髪型、そうですね。でも作家としてもやっぱりこのインパクトって大事だと思うんですよ、うん、最初の、うん、それ髪型ちょっと、まあ、確かにこれ爪がやったみたいなとこあるじゃない。はい、あ、正直気に入ってしまってるんです、この髪型は、うんうん、なんですけども、うん、僕結構奇抜な髪型とかも嫌いではなかったりはするので、うんうんうん、なんかこっからもうちょっとアレンジできたらなとは思ってますけど。あ、マジでそれはちょっと続けてほしいなっていうのは、ね、色を入れたりとか、うんうん、もう一段階こう変化させていく、させてみたいですけど。あ、なるほど、はい、なるほど。いや、めちゃくちゃいいと思う。ありがとうございます。確かに常さんは、うん、僕のビジュアルをすごい気にしてくれさってたんですよ、ずっと。確かにね、体型のことだったり、はい、うんうん、健康面だったりとか、ファッションのことだったりとか、うん、もう毎回言ってくださってて、すごい僕はちょっと気にしてて、もっとやっぱり土橋くんかっこよくなってほしいなっていうのはずっと思ってたんで、はい、うん、でも本当にそのトレーニングとかジムとかちょっと、うん、やりたいなっていうふうには思ってますね。あ、まあ、ぜひぜひ、それはちょっと、うん、せっかくね、自転車もあるし、あ、そうですね、いただいた自転車も、はい、使って、はい、ちょっと、うん、じゃあまずちょっと中野くんからもね、はい、はい、土橋くんに、はい、メッセージですね。いや、本当僕は土橋さんとは本当なんていうんですかね、開拓チーム、うん、発足前から中野会議とかでお世話になってました。そうなんですよ、中野と長くて、うんうん、で、まあこうチーム入ってから3年半、うん、3年強ですね、はい、本当に、なんて言いますかね、ある意味いろんな、なんかまた別の、うん、なんか思い出いっぱいあるなと今思い返して、はいはいはい、例えば、うんうん、まあ、富士山富士山富士山も登りましたし、うん、たね、はい、あとはもう熊本ももちろん熊本も、はい、うんうんうん、やったり、もうゲームとかも一緒にペアでやったり、うんうんうん、で最近で言うとそのセーブラチャッチャーズっていう2人のまあユニットみたいなこともやらせていただいてて、うん、はい、いや、そう考えてとも寂しいですけれども、うんうん、やっぱりこう、まあ、好きで選ばれたことですので、うん、ちょっと本当成功してほしいなと。ありがとう。確かに。本当。うん、なんか今ちょっと関西弁ありがとう、関西弁。ありがとうってなった。イントネーションがちょっと。いや、なってます。ちょっと、うんうん、本当、ちょっとサッカーの、うん、まあ、王道というか、うん、そういう路線のところに行かれるということなので、はいはい、ちょっと、頑張ってほしいなと思います。ありがとう。確かになんか、はい、一番すごく時間が、ね、そうですね、そうですね、中野くんとはもう、うん、ほぼほぼずっと毎日ね、撮影終わってからも、はい、いろいろ準備したりとかっていうのをやって、はい、ずっといた印象はありますね。そうですね、なのでこう今後まあどういうふうにやっていくのかみたいな、僕自身もちょっと不安とかもあったりとか。ああ、確かにね、はい、ちょっと土橋くんが抜けてってことですね、はい、うん、まあ、あるんですけども、うん、なんかそう考えると本当にまあ、年齢も一番近い、うん、先輩であったと。はいはいはい、まあ、3つぐらいしか変わらない、うん、はい、なのでもう本当ちょっとさ、まあ、本当寂しいなというところもありますし、うん、でもまあ開拓はじめ皆さんおっしゃってますけども、なんか、まあ、縁が切れるわけではないというところで、うん、またなんかいろいろ交流とかできればなと思っております。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、木島さんどうですか。すいません、もう本当にいろいろ3年半ありがとうございました。こちらこそです。
そうですね、あの土橋さんは結構あのちょこちょこそのご飯とかも連れてってくださったりしていて、2年半前か、そうコロナ前の時とか、はい、年末になんか、はい、あの撮影終わり、多分年末だったんで、ちょっとありましたね。はい、あの土橋さんの方からお食事、今からちょっと行きましょうって言って、お寿司を、お寿司ありましたね。そんな高い寿司じゃなくて申し訳なかったです。なんかそうですね、そういうところだったら、まあ、あの長距離移動の時にその安崎さんの車、先ほども話上がりましたが、そこでちょっと土橋さんがすごいいろんな面白いネタをしてくださったりとか、あもう何でしょう、自分がちょっと引っ越しした時にその引っ越し祝いを個人的にいただいたりとかも、いい優しい、そうです、もうなんかそういう、うん、あの仕事だけではなく結構プライベートとかでも本当にお世話になっていて、そうですね、まあそういった土橋さんがちょっと今いなくなること本当に寂しいんですけど、うん、ただその土橋さんがやられたいっていうそういう思いだったりで前に進まれたいのであればすごい応援はさせていただきたいなと思っております。メインでさ、はい、木島君、実は俺木島君にももらい投げしちゃって、木島君が裏で泣いてたよな、はい、そうです、やっぱちょっと思うことあった。そうですね、やっぱりそのまあなんでしょう、この動画を撮影してみて改めて土橋さんが今後ちょっと あのいなくなってしまうんだなっていう寂しさを実感したというか、うん、ちょっとやっぱりまあそのそうですね、そこがちょっと自分の中で来るものがあってちょっとな、うん、そうですね、涙流してしまいました。まあ、木島さんとは特に車を買ってからはあのね、あのちょっと家が近かったりとかもして、ね、あの一緒に移動することが多くて、そこで話すこともたくさんあったので、そうですね、あれは本当に楽しいひととき、はい、そうですね、いろんなお話させていただいたり、はい、木島さんの好きなね、長渕剛を流しながら、はいね、撮影終わりに帰るっていうのは、うんうん、はい、でも木島さんも本当に僕のことをいろいろ見て気づいてくれてて、本当心配もね、そう、はい、そうですね、してくださってその時は僕のちょっとしたそういうあれに気づいて、ね、くださったのかなっていう気はしましたけどね、うん、そうですね、ちょっとそうです、ね、本当にありがとうございます、本当に、はい、本当にありがとうございます。常にでもだいぶお世話になったんちゃうの、はい、ドバシ。いやでも本当にドバシ君にはもうたくさん教えてもらって、編集だったりとか本当サムネのこと毎回ちょっと相談させてもらったり、僕すげえサムネが作るのが苦手 でドバシ君すげえレイアウトが上手なので、たくさん教えてもらったし、でまあ、それこそ編集もあの細かく教えてもらったりもして、 もちろんゆか子さんにもあのできる方にいろいろ相談して教えてもらって、で土橋くんに毎回ちょっと土橋くん中野くんに俺は毎回ちょっと飲みに誘おうとしてたんですよ、そうですね、実は、はい、ただ自分がこう編集するようになって、この編集ってなかなかこう難しい部分もあって、で なんていうのかな、その自分の納得いくところまでやりたいっていうのがあるから、はいはい、こうちょっと誘いにくい部分もあったり、きっと編集も大変だろうなとか考えながら、ちょっとなかなか誘えなかったから、しっかりちょっと飲みたいなと思ってたんで、そうですね、うん、はい、だから それはちょっと今後また時間作って一緒に飲めたりしたら、はい、ちょっと嬉しいし、はい、で1、まあ、個ちょっと気になるというかちょっと心配事なのは、はい、やっぱりこれからこの年齢で新しい挑戦、すごい俺はなんだ尊敬するし応援したいし、でそこにすごく刺激も受けるので頑張ってほしいなと思うんですけど、やっぱりこの年齢から入るって新しい挑戦するっていうのはいろんなところで即戦力っていうのがすごく必要になってくるので、ここちょっと頑張ってこのいろんなところで力に、いろんな場所で力になれるように、そうですね、うん、頑張ってもらいたいなっていうのは、はい、この3年半で培ったものを、うん、思う存分発揮できたなと思っております、うん、はい、ここで得たものってもはすごい大きいと思うから、はい、全部出し切って頑張ってほしいなっていう、はい、中野くん、はい、うん、あ、泣きそうか。ありがとうな、うん、すいません、ボヘミアンラプソディを思い出して泣けてきましたやばいよ、何なのこれ、何言ってんの、ボヘミアンラプソディ、木島なんとかしてくれよどういうことですか
とだよ。本当に思い出しました。いろんなことを今、トバスさんと、なんか僕の中でちょっと後悔というか、まあ、悔い、っていうのは、まあ、僕って1回というか、まあ、2回ぐらい改作チームをちょっと、辞めたいって自分から言った時があったんですけど、なんかその時ってやっぱりドバスさんってめちゃくちゃ優しい言葉をかけてくれてたり、なんか、まあ、引き止めてくれたりであったり、そういう部分も今思い出して、なんか、そうですね、そういう部分を思い出すと、なんか今回のこのこうドバスさんが悩まれてた、期間について、その僕がやってもらってたことをっていうのが、まあ、なんていうかな、なんか、すいません、ぼえみなんでぼえみやってたの。それで、なんか、まあ、自分がやってもらってたことを、なんか、まあ、全然できてなかったなっていう、ところがちょっと後悔だなっていう。いや、そんなことはない。すいません。まあ、中野くんも本当に僕のそういうちょっとした変化に実はすごく気づいていて、僕もその時、いや別に楽しくやってるよっていうふうに言ってたんですけど、中野くんやっぱりね、一緒にいる時間が長かったから気づいたりとか。まあ、あと僕の唯一のこのチームの後輩でもあったんで、やっぱりなかなかやっぱりちょっと僕の中でやっぱ可愛い存在ではあったから、そうだね、それで最後まで先輩らしいことができなくて申し訳ない気持ちがいっぱいだけど、でもいいなんか、はい、ね、コンビだった気はするけどね、やっぱ見てて、そうですね、なんかドバツさんがいなくなって、仕事増えると思ったらちょっと涙出てきました。すいません。だからもういいって、ストレートでいいんだよ。今ちょっとグッときたよ、中野の涙。いや、すいません、ちょっと途中ボヘミアンとか言ってほしくなかった。ストレートでいいんだって。すいません。いいよ、俺初めて見たもん、中野のそういう顔。っていう、まあ、思いがあったなという感じでございます。寂しいんだよな、やっぱりな。そうですね、はい。でもまあ応援しようよ、みんなで。そうですね、はい、ありがとうございます、本当に。はい、またファミレスで行こうな、中野君。いや、行きたいですね、ちょっと、ミックスグリル、ミックスグリルをな、はい、一緒に食べよう。一緒に食べたいです、本当に。よろしくお願いします。ありがとう、中野君。ありがとうございました。でも、定期的に俺はちょっと、土橋君と飯行きたいね。もう、ぜひぜひ、はい。なんか、いろいろ話聞きながら、これからのお仕事のこととかも聞きたい。あ、そうですね、なんか心境とか、はい、今どういう状況だったりとか、そういうのちょっと教えてほしいな。はい、僕もいろいろそういう話せるようになるように頑張りたいと思います。でも相談 しなかったもんね、あんまりね、はい、周りにね、そういういい報告が皆さんに本当にたくさんできるように、本当に抜けたことを本当に後悔しないぐらいの仕事を見つけてきて、こんなことやってますっていう本当に胸張って報告できることが今 の恩返しかなと思いますんで、でなんか例えば悩みだったりとか、これから、まあ、挑戦することにあたってのこの、まあ、どうしたらいいか分かんないとかもう多分もうみんなに相談していいと思う。あ、はい、うん、ぜひよろしくお願いします。多分たくさん出てくると思うんで、またそうよね、まあ、たくさんね、はい、まあ、悩むと思うけど、そういうのも遠慮なく相談に乗っていただけたら、すごい心強いですし、ありがたいです。木島さんもね、毎回飲み行きましょうって誘って、はい、そうですね、ちょっとこう、はい、ちょっと時間ができたら、そうですね、ぜひまたね、差し入れもいいですし、皆さんと行けたらなと思いますね。はい、でもいろんな別の仕事もしていたりするので、そこでちょっと土橋さんとも関われたりとかできるように、ぜひ何かありましたら、はい、ありがとうございます。頑張りますので、はい、で企画会議に毎回2700っていうのだけ、わかりました、付け足すようにだけ、はい、そうですね、わかりました、頼む、はい、わかりました、そこだけ、それだけ頼む、はい、わかりました。最後変わろうか、はい、お願いします。
さあ、戻りましてですね、うん、いやすごい良かったね、うん、なんか、うん、ありがとうございました。俺ちょっと中野くんの涙にグッときたわ。いやー良かったな、うん、途中のボヘミアンさえ言ってなければボロボロ泣いてたんちゃうかなっていう感じになりましたけども、うん、それぞれねいい感じで、はい、トークできてたんちゃうかなと思いましたけども、はい、もう本当に最後やねこれで。そうですね、はいね、もうメインも終わってこちらの小部屋も終わったら、うん、もう土橋くんは晴れて、うん、新しい世界へ、はい、新しい世界というか、うん、まあ、あれだけども、はい、頑張ってくださいね、本当に。ありがとうございます。もう何度も言うけども、仲間は仲間だから。ありがとうございます。これだけいるから、たくさん。いや、ありがとうございます、ね。本当にありがとうございます。頑張ってくださいよ、本当に。はい。どうもから最後いい、いいじゃん。大丈夫です。もうあとは、高橋くんに、うん、ありがとうございます。しっかり視聴者さんにも向けて、ちゃんと締めるように。うん、はい。そうね。うん、安崎も大丈夫？大丈夫です。はい。はい。まあ、あくまでもこれ動画上なんで。そうそうそう。もうカメラ止まったらまた普通に話してるし、というところで。ただ、視聴者さん的にね、本当に3年半、最初からチャンネル開設してからずっと応援してくださってる方もたくさんいらっしゃるから、はい、その中でね、その方々はずっとドバシコを見てきてくれてるから、そんな方々のためにも、うん、そして、ね、カサクチャンネルを途中で発見して応援されてる方々も、うん、最近の方々も、に向けてね、はい、最後土橋くんから一言お願いします。はい、本当この3年半、開作チャンネルを応援してくださった皆様、そしてこんな僕にも本当にあったかいコメントをですねくださった皆様、本当に嬉しかったです。まあ、楽屋の生配信だったりとかゲーム配信の時も、本当に僕と中野くんのコンビで可愛がってくださったりとか、本当いろいろ今思い返せば皆さんにもいろんなキャラクターをつけてもらえて、それが視聴者さんにこう愛されるものになっていたのかなと思うと、すごく僕も財産ですし本当に嬉しいです。本当にメインでも言いましたけども、僕がこれから卒業という形になりますが、この開作チャンネルは本当にますます飛躍していくことは間違いないので、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。本当に3年半ありがとうございました。はい、それでは最後にカジサックチャンネルらしく、はい、土橋くんには卒業の卒から始まる一言で、はい、うん、そう終わらせてもらいましょうか。はい、これはもう最後ですよ、うん、これ今までやってきましたから、はい、まあ、基本的にはトンボさんがよくね、はい、一言で最後締めてくれてきましたけども、うん、もう最後はもう開作チャンネルらしくいきたいじゃない、はい、そこは明るくハッピーで終わりたいなと思うんで、土橋くんには最後卒業の卒から始まる一言で締めてもらいたいなと思います。さあそれでは土橋くん、卒業の卒から始まる一言で締めてください。3、2、1、ドロッ。孫悟空よし、やいぼーからのキントンからのカメハメハ。卒業すんなよ面白いよね頑張ってね。ありがとうございます。本当に応援してくれた視聴者さんのためにも、はい、チーム開作メンバーのためにも頑張ってくださいね。ありがとうございます、うん、本当に土橋くん卒業おめでとう。頑張ります。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。